連絡駅でトーマスが待っているとき、バスが着いた。いや、君は誰だい？僕はバーティ。君こそ誰だい？僕はトーマスだ。視線を走ってるのさ。トーマスか。思い出したぞ。この前雪で立ち往生した機関車だろ。僕が乗客を助けてテレンスが君を引っ張り出したんだ。今日も君の乗客を助けに来たんだぜ。助けに来た？冗談じゃない。僕は君より速く走れるんだぞ。無理さ。無理なもんか。じゃあ競争しよう。バーティーは自信満々だ。お互いの運転手と機関士も賛成して、二人は競争することになった。よーい、ドン。トーマスの出だしは遅い。バーティーが一歩リードしている。どうしたの、トーマス。もっと速く走って。アニーとクララベルが心配している。大丈夫、今にわかるよ。大丈夫？でもトーマスはへっちゃらだ。この先に踏切があることを知ってるから。踏切でバーティーがイライラしながら止まっていた。トーマスはご機嫌で通り過ぎた。お先にバーティー。そこから先は線路と道路が離れているので、バーティーの姿は見えなかった。トーマスは乗客を降ろすため駅で止まった。早くお降りください。さあ出発だ。急げや急げ。頑張れ頑張れトーマス。アニーたちが歌う。急げや急げ。トーマスは必死だ。ところが目の前をバーティーが勝ち誇ったように通り過ぎていった。落ち着けトーマス、勝負はまだだぞ。機関士が励ました。バーティーに負けないで。アニーたちも応援する。負けるもんか。あれれ、参った。また駅だ。駅にはバーティーがいた。よー、トーマス、だいぶお疲れのようだな。悪いけど止まってる暇はないんだ。忙しくてね。じゃあバイバイ。なんてこった、僕の負けだ。でも水を飲むとまた元気が出てきた。信号が変わった。さあ出発だ。行くぞ。橋を通過した時、イライラしたクラクションが聞こえた。バーティーが信号待ちをしている。信号が変わるや否や、バーティーは猛スピードでトーマスを追いかけてきた。トーマスは今や最高のスピードに達している。バーティーがいくら頑張っても追いつかない。トーマスは汽笛を高らかに鳴らしながらトンネルに滑り込んだ。バーティーが後ろから息も絶え絶えについてくる。ハニーとクララベルの歓声とともに、トーマスは終点の駅に滑り込んだ。大勢の人々が集まってきて、トーマスの勝利を祝った。バーティーにもご苦労さんと言った。よくやったね、トーマス。すごく楽しかったよ。でも、あの丘で君に勝つには、羽でも生やして飛行機にならなきゃ無理だったよ。今日も彼らは忙しく働いている。二人はしょっちゅうあの競争のことを話し合った。でもバーティーの乗客はもうゴリゴリだという。トップハムハット卿もあんな危険な競争はもうやっちゃいけないというが、二人はぜひまたやりたいと思ってる。君も見たいだろ。でもやっぱり無理かな。君はどう思う？